XB-28 ドラゴン XB-28XB-28 ドラゴンはアメリカ合衆国のノースアメリカン社がアメリカ陸軍航空軍向けに開発した試作爆撃機である。同社の社内故障はナマイス六6 3相性のドラゴンはウのイ B-25 総発爆撃機を元として開発された機体で総発機で主翼が 直線翼、前輪式という点は B-25 と同じ設定であった。B-25 からの変更点は、送水直尾翼が単水直尾翼となり、内部が余圧されていたことである。このため、防御銃座は無人銃刀式となっており、すべて余圧区画内の射撃管制装置からの遠隔操作で作動する。銃刀は機体中央部上下と尾部の3カ所に設置されていた。 なお、XB-28 は、アメリカ陸軍航空隊の開発した機体の中で、初めて予圧室を備えた機体である。5名の乗員はすべて予圧区画内に位置し、区画内は、高度3万フィートまでであれば8000フィート相当の、気圧を維持することができた。アメリカ陸軍航空隊が1939年8月に、提示した、XC-214 には、マーティン、 ノースアメリカンの2社が応じた。マーティンは、XB-27 案、ノースアメリカンは、XB-28 案を陸軍航空隊、統合後のアメリカ陸軍航空軍へ提出した。1942年4月に初飛行した、試作機、XB-28 は、ターボチャージャー付けのプラットホイット 2R-2800 空冷製型エンジンが高を奏し、 高度7600メートルで、速度約時速600キロメートルを記録するなど、良好な性能を示した。だが、当時ノースアメリカン社は、B-25 ミッチェルの大量生産を抱えており、XB-28 を生産する余裕はなかった。また、陸軍航空軍の方針の変更で、高高度爆撃は、大型の4発爆撃機の担当とすること、総発爆撃機は、 戦略爆撃よりも戦術攻撃を主任務として高高度性能よりも低高度進行能力を重要視すべきとされ運用の目的は高高度偵察に変更された。試作2号機はこの方針転換に基づいて製造されエンジンを R-2800 から27に変更し爆弾走行部に4台の航空カメラを設置するとともに 内装式増加燃料タンクを増設した仕様として、完成、XB-28A と命名された。しかし、油圧室を備えて長長距離を飛行できる大型戦略爆撃機の実用化が確実なものとなると、高高度偵察任務も4発大型爆撃機の派生型に担当させることが、機体の能力的にも適切である、とされたため、 本機の存在意義はほとんどなくなってしまい、開発を続行する必要性が疑問視されるに至った。完成した XB-28A は、試作1号機に引き続き各種の飛行試験を行ったが、1943年8月4日に、南カリフォルニア沖での飛行試験において、眼光化軌道のテスト中にビブが激しい振動を起こして制御不能となり、 乗組員は全員脱出したもの機体は墜落して失われた。結局、事故を理由にこの日限りで、XB-28 は開発中止となった。XB-28 な。ありがとうございます。